はい、どうもこんにちは、フクロウです。今回もアークやっていきたいと思います。前回ちょっと失敗したこれね、プテラノドン、今回ね、プテラノドンテームしていきたいと思います。でね、投げ縄と、使うのは投げ縄と、あと麻酔矢を持ってきたからね、麻酔矢と、あとね、今回このプテラノドンはね、あの目を覚ます時間がすごく短いんで、あのキブルっていうのを使いたいと思います。またちょっとキブルの説明はね、後でしたいと思いますので。あれ、やばいな、逃げられた、もしかしてどこ行った。よし、行くよ。はい、落ち着けで、弓で、麻酔矢で、あ、すぐ寝たね、麻酔矢で。よし、じゃあボーラを解いて、この麻酔薬を投与してね、お腹が空くのを待ちます。はい、それじゃあね、プテラノドンのテームするときの、キブルの作り方かな、これをちょっと説明しようか。キブルっていうのは何かっていうと、その動物によって、好きな食べ物があるんだよね。で、好きな食べ物を与えてあげるとテームのする時間がものすごく短縮できます。で、どうやって作るのっていうことなんだけど、まずね、必要なものがあります。キブル、それぞれプテラノドンだったら、堂々のキブルっていうのが大好物なんだよね。で、何が必要かっていうと、まず堂々の卵、これが1個ね。で、人参、これが1個。で、こんがり肉、これも1個。で、メジョベリー、これが2個。で、繊維、これが3個。で、あと水を 25% 以上入れた皮袋、これが、必要になってきます。で、これを組み合わせることによって、キブルっていうのが、完成す、キブルっていうのを完成することができるんだよね。で、まあ、調理鍋を使って、その組み合わせ、料理だよね、料理をすることで作ることができます。だいぶキブル使うとね、だいぶ短縮できるんで、時間かかるやつはぜひね、キブルを作った後に、準備整えてテームした方がいいかなと思います。テーム完了しました。だいぶ早いね。やっぱりキブルね、ちょっとまあ作るのに大変なところはあるけど、やっぱ作った方がよりテーム時間も短くなるんでいいかなと思います。これね、はい、ドンフライ緑ゲームみたいな名前つけたけど、こういう感じでいきました。すごいね、この色、この色は初めてだな。今までなかったかもしれないね、この色実装されたのかもしれない。はい、それじゃあね、ラプトルをこの歩き一人でテームするためには、前トリケラトプスをテームしたこれだよね、同じやつでいいからね。ちょっと早いからね、警戒しなきゃいけないんだけど、行ってみるよ。よし、来い来い、早いからね、なんせ早いから。よし、こうだ、こっちだ、来い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 、オッケーオッケー、開いて、よし、はまった。あ、やばい、え、嘘、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、危なかった。もう一回行きます。もう一回行くよ。あれ、ダメだったね。もう一回行こう。よし、来た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 、オッケー、来た、よし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 、こっち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 、よし、来い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 、
来とるね、来とるね。これでどうだ、これでどうだ。よし、はまった。オッケー。ごめんなさい、この上はね壁にしなきゃダメだね。あ、44はまりました。オッケー、これで麻酔矢を使ってゆっくりテームしよう。これはもういつも通りだね。あ、麻酔矢強いね。もう逃げてる。オッケー、44、これは強いよ。やったまた同じだね、この床2枚の、スロープ。まあ大体この形になっちゃうよね。なんか他のね罠の形もちょっと考えたいんだけど、結局これになっちゃいます。で今ね初め失敗したんだけど、ここの壁、出口の壁を2枚に、初め入り口、この開口のところをね2つ開けて作ったんだけど、そうするとねすり抜けちゃうから、1個は壁、1個は入り口にした方がいいね。これでなんとか眠らせることができました。44だからね、レベル期待できそうです。はい、テーム完了しました。名前プートル、レベル65ってすごいよね。出してあげようか。よし、ついてこい。これが前回、前回の動画で説明したユタラプトルね。ちっちゃいけどむちゃくちゃ凶暴だから、でね序盤ではねすごい役に立つんだよね。だからちょっとね遠出したいって時にやっぱユタラプトルじゃないかなと思います。すごいね、かっこいいでしょこれ。まさにザ恐竜みたいな感じだよね、このツーショット。いいでしょう、また一匹増えました。全種類にはまだ程遠いけどね、頑張ります。よっしゃ。